僕は行く飽き、ただの読書好きだ。ふつつか者だが、君のために尽力するよ。せっかくこういうセリフを言えるんだ。悪くないね。おはよう。朝の時間は貴重だから、自分の好きなことができたらいいな。昼ご飯は米よりも菓子の方が食べたいな。書斎で食べれば父上や兄上に知られることもない。ん？一緒に来るのか？うん、本に食べかすを落とさなければいいよ。共にあれ。